僕たちの生まれたこの地にファミリーマートがここには新たのかな。ポテトチップを食べたかったよ、だけど売ってなかったから、じゃがりこにした。マジかよマジかよマジかよマジってことでやりましょう。でやってこうか、琥珀の夢パート2 なのでね、はい、じゃあ行きます。鏡を前回割ったんだよね。割った、で鍵と…ん鏡を銅の鍵を取って、銅ってことはあれだよね、この戻って上の方にあって鍵がかかって扉…おっとー、ジャップなくなくなったちょマジさ、何も準備してねえ時に来んだよなんで来んの、今やばかった、コントローラー落としそうだったもん見た見た今のコントローラーのぐねり具合あマジやめてほしい、もう俺もう速攻曲げるからな、曲げる手なんだよ。あー面白い、まだ来ないね、来た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 、いいだからお前なんかしょうもないな、いいね、また来るとかないよね、来ねえからも。オッケー、セーブだ、セーブする、初行ここでいい、うん、で上でしょ、上、なになに、まだいけない、上でしょ、まだいけないって、そっち、なんでなんでなんで、知らない知らない、びっくりした。じゃあこのゲームパッドさ、勝手にさ、すんの上とか行くからさ。ああ、そういうこと？そうそうそう。どの鍵で会場が、施錠が解除された。よし、じゃあもう次行くか。なんで？怖いじゃん。やめとけ、お前行くぞ。え、なに？行けないもん、ここの先。じゃあ一回行ってみよう。いや、進めない、進めない。動けない。進めない？あ、動けた。鉄の杭が突き出している。これをまたいで進むのは無理そうだ。ジャンプ、ジャンプ。壁走り、壁走り。一回戻るのか、じゃあこの手形何、もういいよ、もう終わったっしょ、ここもう終わったっしょ、もういらないっしょ、わかんないわかんない、終わったって終わったって、おほんとだ、びっくりした、お前ここそんこわーってやめろよお前あ、みしろちゃんちょっと来て来て、もうちょっとさ、もうちょっとあのこの子っぽい喋り方でやってよ、なんか人増えてる、見て見て、なんとまた人が増えました、おーイエー、こんな短時間に人間じゃん人間の魂が2つも迷い込むなんてなかなか珍しいことだよ。どうする？ああ、まあ近寄ってきたから、うん、近寄らないで変態ですよね。おーっと、これは失敗。あ、失敬。あ、でもなんでもそこまで言わんでも。なんかお嬢ちゃんを見てると頭の中に何かが引っかる。くんくんくん。だがよくわからん。いや。実は知り合いだったとかそんなことないよな。まあいい、俺は亮太郎だ、多分スーツの中に名刺入れが入っていたから名前はわかる。おいや、思い出したわけじゃないから実感はないが、おいや、あ、西野です、いいね、おう、よろしく、これだけだな、乗ってんのこの妙な世界で気がついてからそこのゆずと遭遇するまで少しさまよっていたが、てて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 てなん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 だ、ここはまるで異次元空間だ、ここは望みを持つ、うん、いや、うん、魂が迷うこの世界だよ、亮太郎さんは望みを思い出せる、望み、うん、引っかかる、引っかかるんだが、それが具体的に何か思い出せないと、そんな感じだ、俺の記憶すべてにもやがかかっているような、ななななな、こいつだけ乗っててほしいよね、うん、まあそんなもんでしょう、私も最初はそうだったし、ミシロちゃんが特別なだけであって、ユズはいつからここに、最初っていつのこと、どっち、いやでも俺いつからここに行ってか知りたい知りたくない、こっち、うん、最初っていつってこと、うん、私も最初そうだね、ユズはいつからここに、最初っていつ、そう、どっち、ユズのことを聞きたいのか、ここの最初がいつなのかでしょ、ああ、どっちがいい、俺ユズの方が聞きたい、じゃあ上うん、いつからいいんだろう、オッケー、時間を数えていたわけじゃないから、わかんないわけじゃないから、具体的にはわからないけど、本当にずっと前、うん、多分何年も前だった、暇人なんだ、何年も前に死んだってことか、勝手な、多分ね、記憶がないことにもこの環境にも慣れちゃって、慣れちゃうくらいずっと前、記憶の断片らしいものを取り戻せたのは、これまでに1回だけ自分の姿を見る鏡を見たとき、この世界を歩き回ってで、たまに鏡を見つけることはあっても、私じゃない人の顔が映ったり、何も映らなかったり、おー、
鏡は世界の奥にある。さっき自分の鏡見つけた。どっち？なにこれ。自分のことを話すか、こいつら助けるか。じゃあまあどっちもいいんじゃない。俺はどっちも OK です。でも自分の鏡見つけたって言ったっけ、どこにあったっていうんだろうな、でもこのちょっと俺ら何でもしてるやかのような雰囲気出す。ああいよいよ。じゃあ奥にあるで。はい。本当にみしろちゃん見かけによらず短期間でアクティブなことするね。もしその調子で鏡を探すことを続けるならついででいいから私たちの鏡を探してみてくれないかな。自分で探すよ。マジかよ。私はみしろ、あ、じゃあさっきの鉄の杭はこいつらのやつじゃない。一応自分の鏡はあそこのまだもう壊したんだよ。うん、なるほどね。私はみしろちゃんが他の魂と違った環境下にあること偶然じゃないと思う。ついででいいからさ、ついでで。めんどくせえからやんないんだけど。なるほどね、鉄の杭あるから無理だわ。あ、いる。陽太郎さんはいるね。ジャンボ岡田。ちょっとセーブするよ。あ、うん、ここでいい。うん。じゃあどこ行けんだろう。緑やって、レイやって、シーやって、チーやって、ここなんだっけ。そこがビ。ビだから、ビ行けるこれ。行ってみる。うん。どてら、あ、どの鍵で。どの鍵。あ、やっぱこれ順番があんじゃねえの。なんかあるよ。なんだこれ、 B じゃねえじゃん。全然 B じゃねえじゃん。やばいやばいやばい。これどうしようどうしようどうしよう。ああやばい。いや B の一つの B のかけらもねえよ。聞いて聞いて聞いて。左から行くよ。左から行くよ。ああ。入っちゃうよ。無音ザ無音。怖い怖い怖い。うん、あ右行こう。ああ。ちょっとこれちょっと。ああまあまあまあちゃんと見ていかない。下かも見たい。さあダチラ。ごめんねうるさくしちゃった。何が起きた今。上からシャンデリアが降ってきた。シャンデリアが降ってきた。そしてパピコを食べる。うん、パーピンピン。あ、ちょっと待って。一回鼻かまして。じゃあ行こうか。こっからだもんね。B 行くよ。あ。B で、まあそのシャンデリアのとこに行かなきゃいいんだよね。こっち行けば通るか。うん。そのなんかちょっと黒いとこに行かなきゃいけない。いるもんね。なんかいるじゃん。なになに。あ、セーブあんじゃんまず。なに、何原くんだっけこれ。あの人みたいじゃない。うん、あの白いなんか覚えてたもんね。いやちょっと待って、でもちゃんと一回さ、あどっちもいいよ、君が好きな方に。一回じゃあもう見て回る。一回二回先に行って、うん、いや部屋がいっぱいあんだな。いやさ、部屋やっぱりとちょっと一番行く前か前かね。うん、やっぱ右も行かなきゃね。うん、それ多分二つあるからね、またね。はい、やっぱりやったね。面白そう。じゃあ話しかけっか。行くぞ。キャンパスは真っ白だ。よし、オッケー、話しかけた。うん、そっちかい。どっちで人行こう。波だ。芸術の波が今まさに私の中に立っている。この手は筆と絵の具で命を生み出す神の道具。よ、なんとか言おう。白き水面に生命の美を描くが私の義務だ。かっこいいこと言ってる。誰でもいい。誰か絵の具を、命の源をこの手に。絵の具を持ってこいってこと？ここに赤あんじゃん。ちょっとここ通っていい？あ、ちょ、通んないでさ、そ、手前で調べるんじゃねえの。あ、そういうこと？うん、あ、そっち行ったら危ない。ちょ、一回下行って、そっちで調べる。調べない無理だね。じゃあもうこっちから行くよ。あ、ちゃんと順番通り行こう。なんでここだけ音ねえ。一瞬戻ろうとすんねえ。え、なんかいるじゃん。割れた割れた。なんかいたじゃん。なんか割れた。どこ行ったあいつ。え、いた。やばいやばい。これ何？天使のような石像だ。劣化していて、ところどころ欠けている。うわ、なんか見てる。あー、こいつから避けながら行けみたいな。え、きつくね。隣に呼ばれた。うん、いやー難しいぞ。おー、うまくいけてる。早いよ。いやあ無理無理無理。怖いで。入った入った入った。青い何かかったピン持ってく。はい、左へ。え、青い絵の具。お前は誰だ。ここから出ていけ。来た、回り込んでいけよ。フランス叩いてよお前。おおおおおおお、奇跡起きた。あいつ一回フラグ立てたよな。右から回ってくるフラグ立てたのに左に回ってこようとした。セーブセーブセーブ。よく逃げたなお前。セーブ。今完全なる神回避だよ。そこファイル8でいい。俺絶対無理だった俺。俺がやってたら絶対逃げない。でも今まで分かったっしょ。どこ踏んじゃいけないのか。うん。つぶらの人もちょっと見てみる。かわいい。これなんなんだろうね。ぬいぐるみあるけど。絶対あっちもやばいっしょ。レバーがある。レバー下ろす？いやでも下ろしてみなきゃ何も始まないからね。下ろそう。
遠くで何かあ、わかった。え、緑の間のあの杭が下がったんだ。なるほど。ちょっとそっち先行ってみる。あ、だってその右の方にちょっと若干緑のなんかあったもんね、うん、緑道っあっち先行ってみる。うん、ちょっとすみません。これすげえ面白いよこのゲーム。いや、こういうゲームいいよね。楽しいわ。俺プレイしてねえけど楽しい。めっちゃ心臓痛いから今プレイしてるからともっと怖い。なぜか分かんないけど右のあの心臓、右に心臓ないけど右の心臓も痛いから今もうこのゲーム実況中に死ぬんじゃないのお前。もう肺が潰されるそうこの人たち。あ、大丈夫大丈夫。もう絶対こうだから。銀でだってほら。おお、すげえ、本当だ。銀で一緒になってるから。いいね。こうだから。でその隣の階段で、ここに多分鏡があるんじゃないの。セーブ。あ、鏡あった。あった、あったあった。ビノまでいいのこれ、うん、いいよ鏡、いくよ。オッケー、いいね。めっちゃ鏡にはユズの姿が映ってる。見知らぬではいくら見つめても変化がないようだ。あ、で教えに行くんだ。あ、もうすげえわお前。お前冴えてんな今回。やばい、もうやばい、もう今日から冴えって呼んで。うん、冴えちゃん。ちゃんじゃね、くんだろ。あ、くんか。そうだよ。なんで冴えた。冴えって男いんのかな。いねえと思う。いねえよな。大丈夫、来ない、誰も来ない。誰もいないでしょ。で、冴えちゃんに教えに行くと。一応その話してくる前にセーブしよう。冴えちゃん俺だから。うん、冴えちゃんじゃねえ、ユズだね。じゃあこの涼太郎のあるあるんだね。じゃあ涼太郎のあるでしょ。だからどんどん人増えてくんじゃない。え、私の鏡があった。うわ、大発見、大発見で。ミシロちゃん早速案内して。二人なら世界の奥だって怖くない。目的の鏡があるエリアに入るともう自動的にユズがついてきます。あ、こいつを殺しちゃいけないみたいな。なるほどね。じゃあその部屋に行けばいいんだ。行くんだね。じゃあ行くよ。じゃあユズちゃんの死んだ理由もわかるってことでしょう。じゃあ一緒に見れたらの話だけどな。うん、大丈夫、来ないよね、誰も来ないよね。え、じゃあその扉の間の数だけ人が増えるってことじゃん、これから。いや、わかんない。ゆずのやつかもしれないし。そう。うわぁ、痛い喉痛くなってきた。で、調べると、でもこれさ、ゆずちゃんしか見れないんじゃないの。入ってっちゃうんだよね。うん、鏡にはゆずの姿が映ってる。ほんとだ、私の姿が。なんか急に緊張してきちゃった。でも私自身の記憶だもんね、しっかり思い出さなきゃ。じー、うん、なるほどね。うん、見れんのかな。見れるっしょ。8年前、8年間何歳なの。中学校で8年前でしょ。もう中1だとして何歳ですか。13歳、えー、かわいい。はあ私、花咲ゆずは休み時間、自分の席に肘をつき、ため息をつきました。13歳の身で生意気なと思われるかもしれないが、それは確かに悩みであり、葛藤であった。花咲さん。いいっすね。え、あ、何？これ、日直日誌。今日は花咲さんが日直だから、先生が。ああ、そうだったね。どうもありがとう、うつるちゃん。うつるちゃん、うん。うん、じゃあ私はこれで、うん、あまた会話を続け、あ、俺じゃねえ。また会話を続けることができなかった。もっと彼女と話をしていたのに。私、花咲ゆずはあのうつろうつる、うん、うつろうつろという同級生に惹かれていた。え、レズちゃん、レズッチ。何レズッチ見ていてんの周りの学生とは違って口数の少ないミステリアスな立ち振る舞い、アンニュアンスな雰囲気。長いいやいや、まあ、どう見てアンニュアンスだったのか。アンニュアンスってなんだよな。アンニュイな雰囲気、長いまつげ、そして肌から髪までを染め上げる雪のような白。先天性色素欠乏症アルビノという病気の一種ね。一種らしいと。最初はただ友人になりたいという欲求かと思ったが、すぐに違うと分かった。たとえ女同士であろうと、たとえこれが初恋であろうと、私は確かに彼女に恋心を抱いているのだ。あ、レズッチね。完全なやつだね。うん、やっぱり変だよね。で、何で死んだんだろうね。うん、知らん。私は葛藤していた。彼女への恋心と同性愛への尻込み、それらは決して交わることなく反発し合う。だからせめて今は彼女と少しでも仲良くなりたい。恋人としてではなく友人として。いいっすね。楽しい。俺このゲーム好きだわ。ほんと面白い。お前この後めっちゃ鬼畜になった瞬間お前嫌いって言い出すの。わかんない。あ、これで終わる？自殺はしないってこと？ああ、思い出しちゃったとね。そう、そうだった。これは間違いなく私の13歳の頃の記憶。今のミシロちゃんにも見えたんだよね。恥ずかしいな。人の自由度はどうでもいい。いやー、でも俺はどうでもいいなんて絶対したくない。
いや俺はどうでもいいと思う。だって自分じゃないしね、主人公じゃないからさ、うん、でもお前そういう心じゃないでしょ。本当は本心はそうじゃないでしょ。君は分かるよ僕の気持ちをね。え、うん、俺が分かっちゃうの君の気持ちを。困るよね。人の自由だね。ありがとう。鏡割らないの？え、割る？なんで？まあ確かにあんまり人に見られたくないあれだけど、私が同席してなきゃ中は見れないし覗けないし、別に割るまでしなくてもいいかなって。あ、ミシロちゃんだけなんじゃないの割んなきゃいけないの。違うのかな、担当者の方かな。それにしてもミシロちゃんありがとう。おかげで久々にまた一つ自分のことを思い出したよ。さあ帰ろっか。また何かあったらその時はよろしくね。なんか怒るぞ絶対。今絶対なんか怒る。俺もう嫌だもん。割んなくていいの？あ、戻ってきたし。なんだ、何も起こんねえ。とりあえずじゃあまた美の席、美席じゃねえ、美の間行って絵の具をまた取って、うん、これでいい。はい。すげえな、お前さっきの逃げ。いや、さっきの惚れ惚れだ。マジで？うん、かっこいい。とりあえずじゃああともう2階の部屋でしょ。ああ、まあいいよ、行くよ。ああ、え、こっち、そっち行ってないって。あー、あるな。あの赤いところに行ったっけ、絶対にシャネリーが落ちてる。賢い選択。まあまあ賢い選択をって言われたらそれはまあ確実にこっちから行くよね。お前すげえな。うわぁ、逃げちゃった。大丈夫、こっちは大丈夫。安心して、安心して。割っちゃって、割っちゃって。え、どそっちは割れないんだね。なんか賢い選択を、賢い選択を。これさだ、え、そっち賢くねえじゃん。賢くねえじゃん、関係ねえじゃん。どっちかって言ったら賢くない方がいいじゃん。え、何したらよかったの？じゃあ多分どっちも落ちるんじゃないのあれ。いや、あ、でもいや、どっちかしか落ちないんじゃない。俺ちょっと一瞬だけでも思ったのが、うん、あの部屋、うん、左右対称じゃない、じゃないっていうか左右対称じゃないものを、え、何言ってんだ俺。賢い選択でしょ。ちょっと一回さ、そっちの左半分と、まあ、右の半分ちょっと見てみよう、比べてみましょう。シャンデリーの色が違ってね。うん、こっちも落ちるんかい。だからさっき俺一番最初で会ってたんじゃない。うん、お前の多分会ってた。俺すげえじゃん。お前すげえな。お前今日冴えてんだよ。冴えちゃんだもん。冴えちゃん、君は冴えちゃん、冴えくんだった。冴えちゃん、いいけど。ただここで何をするのかだよね。うん、賢い選択をまず回り込んででしょ。賢い選択を、賢い選択を回り込んで、で割れるんだよな。割れて何が割れたんだろう。いや、縦でしょ。ああ、縦か。縦で、で、同じように動けば、お、一つ綺麗なものがあった。持っていく。はい。空き瓶？空き瓶だけ？待て待て、まだあんじゃね、他に。ここも？何も入ってない。大丈夫？え、この部屋だけに、これだけはないんじゃない？他に何かありそうだけどね。そう？俺は、だって、一つの部屋に一個ずつあったらさ、あん！結構部屋数あるから。確かにね。でしょ？今日、サイちゃんだから。さえちゃん、いくよ。いいよ。よし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 。で、一回セーブしていこう。ああ、絶対セーブ大事。めんどくさいから、もうあの、ガーテンってなったらなんだから。なんか、でピティ。9で。セーブしたい。オッケー。いや、楽しいわー。やばい。このね、なんか若干ね、推理系のね、こういうね、雰囲気ね。うん。うん、うわ、なんだ、やばいかな。ちょっと、ゆっくり行くわ。俺はいけると思う。なんだ、俺。カンティラ？私は生き、うん、どうぞ。私は生きる絵画、ジュリア・マリア。喋ることもできるし、血だって通ってる。わあ、わかった。わかった。え、こんな寂しい場所ではそれも大した意味を持たないけれど、せめてしばしの間ゆっくりしていきなさい、お嬢さん。空き瓶使う？空き瓶使ってみる。血くれって。無理だ。ってことは？ナイフ？カンテラで一回やってみる。温める？うん、温めよう。温かくしてみよう。ナイフだわ。ナイフだね。うわあ、使うか。一体何のつもりでー。で、空き瓶か。あ、じゃあこれ先に空き瓶手に入れてなきゃ危なかったんじゃね。確かに。ふざけないで。そんなことのためにこの私、あお。絵画は静かになった。急げ、逃げろ逃げろ、絶対来る絶対来る。来てるもう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 来てる。早く行けって。お前何赤くずきんちゃんの公民タン。うわ、ボケたい。お前もうこの部屋に用ないぞ。お前行け。こえ、これで赤と青揃ったね。赤と青揃って何色になる？紫か。いや、その紫とか、なんで合わせようとする。そうです、最終的に合わせたら全部黒になるから。そっか。なんかこっち見た。行こう行こう。こっちから行こうか。でも行こうぜ。うん、ダメだ、絶対行けない。あそこは絶対は無理。
あー何これ盾とかしょってないけど、あーこれ絶対先にこっち角見てた方がいいし、あーひそりとただ住んでるここだな、うん、暖炉の炎は静かに部屋を打ってらしい、カンテラ、カンテラ違うよね、違うよね、それ何、容器の中にはなみなみと水のような液体が注がれて、青い絵の具瓶まだあんのかな、多分あんじゃね、それか一回青い絵の具を渡しに行くか、そうだね、うわ難しい、じゃあ先に絵の具だけ渡しちゃってみる、うん、ちょっと行ってみるか、何か変わってそうだからね、確かにね、ありがとうって言いそうじゃない、うん、誰でもいい、誰か青い絵の具と、あの赤い絵の具はどこ行ったの、だってあれ血だもん、あそこ絵の具、命を見直すのに、うん、間違えた、あナイフ使ってよ、あーあーだだだだだだ、うんうんうん、やっぱセピンはある、ピンないよ、あ、ねえんだ、やっぱ拾わなきゃいけねえんだな、ピンどこで拾えんだろう、いやでもやっぱりこの 下行ってみる、うん、一回セブしたから行けんじゃね、死んだら死んだで失敗したで、それはしょうがないよね、うん、はい行けた、立つ鳥跡を濁さず、うん、で横を書くの、ってことは何個かいっぱい手に入るんだけど横を書いたら死んじゃいますよみたいな、いやマジで持ってけねえわこれ、重さで落ちる、ああそういうことか、ただ何は割れた瓶や汚れた瓶が並んでいるが、うん、空き瓶手に入れた、欲は持たず、これは何、一回調べてみよう、中古かなる機能いいことは分かる、あ絶対やめたほうがいい、じゃあ失礼しました、え、なんで普通にそれ持ってけねえのかバカチンか、なんですかいな、あどうした、わかりましたよ、お前冴えてんの今回、分かった分かった、まあ、見たけど見てる場合があるから、本当にマジで分かった、マジで俺もうプロ野球選手になれる、うん、まあ、ここはこっち行くわけよ、うん、でこれを持つじゃん、うん、で持つじゃん、うんうん、ここに金のあれを、何置いた、金のあれを置くわけ、金のいやねえよ、ねえよな、カンテラでな、もうナイフじゃねえ、もう完璧空き瓶だから、ねえそれが思いついたことなの、うん絶対無理に決まってるもんな、あえて行ったら落ちないとかありえんじゃね、まあ落ちると思うんだけど、行けないもんね、そうじゃなくて普通にそっち、あそういうこと、うん、え行けない、行けねえよな、うん、行けねえと思ったもん、これ左の箱調べようぜまず、そうだな、あ、待って、これが大事、うん、それ忘れてたの、この地は何脅かしかよ、すすらけの木箱は空っぽだ、板が入ってる、来た、で、さっきに置くんだよ、そこに、そうだよね、重いからさ、そこで歩いちゃったっけ、多分落ちるからね、ここに、うん、もう置くんだよ、木の板置いといて、で、一回そっちから行かないで、右の方から行くんだよ、そうだね、こっちから行って、どうする、2個も持ってっちゃう、よく出しちゃう、もうだいだいけんじゃねえの、これ行けるよ、俺行けると思うよ、だからここから左左に行けばいいんだよ、行こう、ほっほらね、そうなんで、まあ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 、まあ、普通に板手に入れて、でも、あと2個札ってことは、うん、こっちが割れちゃうじゃん、うん、行ったら、うん、で、こっちも割れちゃうじゃん、うん、こう帰ってきたら、うん、だからその割れたのが証拠になってここ行った時に落ちてきた、あーそういうこと、あーなるほどな、一回板置くっしょ、逆にこっちから行ってみる、うん、あやっぱり、あやっぱひび入るんだね、で、逆に取ってで右の方から行くわ、で、やっぱそうなるわ、難しいな、これ何ですか、これ一体なんだっけ、取って取ってで、インゴットも取るっしょ、インゴット取って、うん、うん、取る、取ってで、左の方に手前まで行ってインゴットを使うんじゃね、落とせばいいんじゃないの、これうんうん、ちょ、そこ調べてみよう、あ、外す、外してみる、うんで、行くか、あ、でもインゴット持ってるよね、待って、え、じゃあ外すことできるんだったら行ってみる、うん、バッカで、下で行ってピン取って、で、そうだよね、濁すもんね、そうそうそう、で、板外して、外す、で、戻って、え、まあ、それ取って取る、取って、で普通に上から行って、上から行って、で板取って、なんでなんでボタン
ねえ違う、ゲームパッドこれ B ボタン奪ってんじゃないの。この板を、はい、取ります、外します、はい、で一回それ戻すんじゃねえの。そうです、ここですね、一番下ですね、うん、一番下じゃなくね、真ん中じゃないの、真ん中違くね、あ、違う、戻せない、え、空き瓶戻す、空き瓶、はい、あ、無理だ、行ってみる、うん、あら、B え、そこじゃないっしょ、ここじゃないの、いや、真ん中でしょ、真ん中で、真ん中で、ここだって、真ん中で、ちげえよ、真ん中で、あっつーの、ここ、じゃじゃじゃ、しまうの真ん中で、そういうこと、うん、うん、それ、うん、それはオッケーだね、もう、うん、やったー、いったじゃあ、その上、あ、行かせましょう、行かせに行こう、もう行った、やっと行った、いいねぇ、すっきりすっきりすっきり爽快、よし、はい、はい、カットしました、はい、はい、行こう、よ、行こう、上、上、やっとだね、やっと進むよ、空き瓶で、空き瓶、水消してみる、あ、消せんのか、絶対消せるでしょ、うん、え、で、やっ、やっ、で、何、どうなんの、空き瓶、空き瓶になっちゃったね、もう一回水、あ、これでもう一回水、とた、水とた、とないね、とてないか、あ、赤く黒く染まっていた、あ、お前すげえ、うわぁ、早く行け、お前何してんの、同じ声、よっしゃー、で黒い絵の具手に入れて、これで多分全部終わって、誰でもいい、この人避けてくれるんで、うん、引いてくられた、あ、命が見やすさ、我が、何、腕よ、我が筆よ、ここに今極彩たる命の神秘を、かかかかかかか眼目せよ、これが我が芸術、我が産み落とした子供よ、何あれ、もはや思い出すこと起こすことはない、神よ、悪魔よ、この朽ち果てした魂、美の糧とせよ、なんだよ、セーブしよう、ってことでここで一回終わろうか。そうだね、はい、次回多分鏡を次割れるんだと思うんだけど、ちょっと喉痛くなった、俺も喉痛い、ってことで終わろう、そうだな、次回鏡を割ります、さよなら、じゃあね、バイバイ。